んにちは、ゆりこたいがです。どうも。今日は実はね、マネしたいの動画がありますよ。最近やってたのピロシキーズの動画が、ロシア人の女性と付き合うのはマジで面白くて、なんかよく考えたらイタリア人の女性もいろいろあるから、なんかイタリア人の女性と付き合いたいなーとか、結婚したいなーとか、いろんなコメントも結構いただけたんだけど、必要なポイントとか、まあ結構日本と違いがあるということなので、おすすめしないかなって言いたいと思います。オーナーレディファーストは必ず必要です。まあ当たり前、ロシア人と本当当たり前のことで思ってるから、格闘しなさい。例えばエレベーターにいると、降りる時にさ、先に女性を降りるべきなんですけど、結構男性が先に降りるじゃん。でその先に降りたら、多分女性が後ろから引っ張らって、お前何してんのってのことぐらいがするから、角度しなさい。でそれだったら本当するハッとな感じ、私はファストじゃんみたいのことです。であとはいろいろテーブルとか、やっぱりなんかプレゼントとか、ドアとか、ドア開けてくれないとマジで自分で開けれんみたいなものがマジが多いから、ちょっとガイドとかね、買った方がいいと思います。でドゥエはデートとレストランはすっごく大事。前は出したたの動画は、イタリアのデートと日本のデートの違いはすごく、ものすごく人気になって、ありがとうございます。でそれに対してはね、前話してたんだけど、ファーストインプレッションがすっごく大事です。大事だから、レストランともいいレストランじゃないと、もうイメージ悪い、じゃあ二度のに付き合うな、二度のにも出ないということですよね。だから例えば居酒屋、あかん居酒屋あかんわよ。デートしたいだったら、何が居酒屋、うるせえし、みんな酔っ払ってちょろちょろ、おエレガントじゃないなって思われる女の子はすごくたくさんいるので、レストランはすごくシックな、エレガント、ロマンシストの、レストランに予約した方がいいと思います。何ヶ月前に必要なレストラン、なんか何ヶ月前にぐらいの人気のレストランに予約をしてください。であとはやっぱりデートするときに格好もすごく必要だね。なんかイタリアの女性、私以外結構パンクとかそういうちょっと変わってるファッションが好きんだけど、大体イタリア人の女性がね、結構エレガントの服が多い気がするから、なんかちょっとよくわからないファッションをすると、うんーってな感じになるんですよね。うんーって、なんか同じぐらい綺麗、なんか同じぐらいエレガント、もうカップル、もう想像必要です。だからまだカップルじゃないんだけど、そういうカップルのイメージが必要ですね。タレのポイントに来たんですよ。みんなの目の前にキスができない男はいらん。それが必要ですよ。僕の愛を世界中に見せてるよみたいぐらいの必要ですね。だからイタリアに行くとさ、みんなイチャイチャするじゃん。公園とかレストランとか学校の目の前とか、みんなイチャイチャする。それがやっぱり女の子好きかもしれないですね。やっぱりみんな目の前すると、私のこと本当愛してる、見てるでしょってな感じの方が嬉しいかなと思ってます。でも日本人の男はそれができますか？でもこれができないとイタリア人の女性がね、怒りますよ。なんで今したくないの？いやだってさ、みんな見られちゃうんじゃん。じゃあ見られてもいいんじゃねえかよってぐらいを怒られるよ。確かに確かに怒っちゃう。あ、そうなんだ。じゃあもしかして違う女の子がいないかよって思うぐらいみんなジェラシー。そう、これはポイント4、4で、4はそういうジェラシー、イ
タリア人の女性はものすごくジェラシーだから、例えばそういうあなたは愛してるよって言われないと不安で、毎あとは3時間のメッセージも来ないと私のこと嫌われるんじゃないかかなって思う始める。で例えば1日とか全く連絡きあのなんか来ないと、あ浮気されてるって本当普通に思うからちゃんと、あこの子好きんだな、なんか伝えなくちゃって思うぐらいですね。だからティアーモ愛してるっては本当毎日ほとんどみんな使うよ。I love you とかと一緒で、日本人の場合は好き、かわいい、かわいいんだけど、イタリア人の女性と合わないかもしれないんじゃない、そう、それティアーモ、ティアーモンキーよ、はっかな感じしないとそのレベルぐらいにならないとやっぱり難しいです。そう、だからイタリア人の女性がねものすごくそばかす、そこじゃない、イタリア人の女性がすごく束縛されるんですよ。だからものすごく今と違う女性としてなんか喋ったら、今と何が喋ってる、ん誰と、え、いつ出会ったの、彼女は誰、何歳、どこに住んでる、両親は何してんのとかはジェラシーですよね。めんどくさい。ポイント5、イタリア人の女性は裏と表がないからすっごくダイレクトです。あの日本人はねなんかありがたいぐらいはめっちゃ気を使ってるんですよね。だからいろんなものが、例えばね、あの受けたプレゼントはこれが好きじゃなくてもありがとうございますって言うんだけど、イタリア人の女性場合だとこれ買えねえんだけど、なんでこれもらったのってぐらいのダイレクトする。例えば今乾杯とかそういうお酒頼んでた、お酒は例えば一番安いお酒とかワインで頼むと、なんか日本人は多分それぐらいありがたいなって思って、うん美味しいねって、実は美味しくなくても美味しいって言うんだけど、イタリア人はなんだよこれ、はあ、これ何のブラン、イタリアのワインじゃねえでしょって本当言うぐらい。そうだから頭ちょっと、あ頭に心、あ強いって思っちゃうんですよね。まあそれは女性によるだと思うんだけど、結構強い女性が多い気がしてます。ポイント6、イタリア人の男性のイメージどんなイメージですか、なんか想像ぐらいがつけますか。そう、自信の持つ、ものすごくチャラい、でもチャラいだからこそ自信がある。女性はね結構なんか多分強いからこそ、自分の男は自信が持ってないと人気ない気がします。うん、それはね結構女性によるなんですけど、やっぱり自信がある男とか、自信がなんかイタリア人の女性が大体みんな自信があるんですよね。自信があるからこそ自分の男も自信があるが欲しいんです。それは日本人できるのかな、でもなんか日本人もちょっと自信を持って欲しいんですね。なんかちゃんといろんな、なんかいろんなことをうまくだったら誰でもできるじゃん、なんで自信がない、そんなに自信がないだって思う、ちょっと頑張れば全然いけるじゃん、俺がかっこいいぜって今日から言い始めましょう。さてポイント設定に来たんですよ。日本ってさ聞き上手の男はすごくモテるんでしょ、でもイタリア人の女性だったらそれはダメです。そう、なぜというとコミュニケーション、テーブルにコミュニケーションを取るときに女性が喋って向こうのいい意見も聞きたいです。どうと思いますか、今私の話を聞いてるんですか、だからふーん、へーって聞こえちゃうとなんかつまんないの、私のことはつまんないだと思うの、はぁ、何がその自分の意見がねえよってみたいぐらいがうわーって、だから私のこと、今のこと話してます、自分が意見を出してます、その意見に対してまた話してますみたいな感じでポン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 、めちゃ話してはコミュニケーション、コミュニケーションも大事だから聞き上手
記事上手はダメです。ちゃんとその話をパーって引くもらわないととか、あでも僕がそうと思いますとかって言ってもいいんですよ。全然 OK、 話してみたい、自分の話を聞いて話してくれくださいということです。さあこれを聞くとまたイタリア人の女性と付き合いたいですか、本当ですか。ちゃんと頑張りなさいよ、これを勉強して自信を持って、わあザイタリア人ザザザンってな感じに、なってみてください。で例えばいろんなコメント、ゆり子はどうと思いますかとか、本当ですかとか、私は多分本当普通のイタリア人女性よりがちょっと特殊なものなんですけど、これ今話すると分からないわけではない、いや何回も思ったことがあるんですよ。はぁうーんにゅーなんかもうちょっとこれこれこれしてみたい、すげえ痛い、でさらに言うかもしれない。だからそういうことで皆さんはどう問いますか、まだイタリア人の女性はどうですかとか、他の話は聞いたことがありますか、ぜひコメントにしてください。あとはチャンネルに登録していいねボタンもお願いいたします。チャオ、またね、グラッシェ、頑張れ。